私は山の中に住んでいますが、自宅周辺でよくイノシシに遭遇します。イノシシは基本的に私たち人間が近づくと警戒してすぐに逃げる場合がほとんどなのですが、中には逃げずに威嚇してくるイノシシもいます。さて、山の中に住むということは、このようなイノシシと共存しなければなりません。人間社会では、どこからどこまでが誰の土地であるかを明確にすることによって、土地所有者の権利を守って保護する登記がありますが、当然、こんなものはイノシシには全く通用するはずがありません。いつでも私の土地の中の畑に普通に足を踏み入れることができる状態です。もしそういった状況になった場合、作物が荒らされるという被害が生じてしまいますので、私たち人間はイノシシが田畑に侵入できないようにいろいろな対策を講じなければなりません。電気柵という高圧の電流が流れたケーブルを張り巡らして畑の周囲に設置する人もいれば、防獣柵という金属製の柵を設置して物理的にイノシシが侵入できないようにする人もいます。しかし、これらの対策も完璧ではないということを私は身をもって知ることとなりました。今日は先日私の畑がイノシシによって荒らされたことから得た教訓について聖書からお話ししたいと思います。私が住んでいる地域は、作物を動物の被害から保護して農家の方々を支える行政の補助制度があります。電気柵や防獣柵の材料費を市が半額負担してくれるのです。私もこの制度を活用させていただくことによって、家のすぐ下にある畑に防獣柵を設置することにしました。防獣柵はワイヤーメッシュといわれる金属製の網をつないで囲いを作ります。そして約1メートルおきに長さ2メートルの鉄筋の支柱を地下80センチほど打ち込んで、その支柱に防獣柵を重ねて結束バンドで固定するという方法で作成しました。そして防獣柵を設置完成後、完成した写真を撮って役場に補助金の申請書を提出しました。これで柵の中の畑は安全になったということで、さつまいもやトウモロコシなどを植えることにしました。梅雨に入りましたので、作物は雨の恩恵を受けてぐんぐん成長しました。ちょうどその頃、夜の9時頃に庭につないでいる2匹の番犬が家の下にある畑の方を向いてものすごい勢いで吠えるので、サーチライトを持って畑の方を照らしてみたところ、右奥の防獣柵の外側に大きなイノシシが立っていました。そこで大きな石をイノシシに向けて投げました。イノシシには当たりませんでしたが、うまく追い払うことができました。それからさらに1時間ほどして、また2匹の番犬が家の下にある畑に向かって吠えているので、同じくサーチライトを持って出ていくと、今度は右手前の防獣柵の外にイノシシが立っているではありませんか。今度はイノシシは畑の中の作物をじっと見つめていて、光で照らされているにもかかわらず全く動く様子もありません。そこで今度は薪を手に取ってイノシシに向けて投げました。これも
イノシシには当たりませんでしたが、その音を聞いてようやく逃げていきました。徐々にイノシシの方もこちらの脅しに慣れてきている様子でしたので、これからどのようにしたらよいか、あれやこれやインターネットで調べ、効果がありそうなものを入手して今後の対策にしようと思っている矢先、夜中の1時頃でしょうか、またもや犬たちが激しく吠え始めました。そこで再びサーチライトを持って外に出て家の下の畑を照らしてみたところ、なんと今度は防獣柵があるにもかかわらず、すでに畑の中にイノシシが突っ立っているではありませんか。すぐに自作の竹槍を手に持って家の下にある畑に走っていきました。イノシシもサーチライトを持って走ってくる人間を見てパニックになったのでしょう。私が畑に行った時には逃げていました。私は畑を見て唖然としました。さつまいもは全部掘り起こされてしまい、トウモロコシはかじられて茎だけになっています。そして右奥角の防獣柵と右手前角の防獣柵は破壊されてしまって、イノシシが簡単に出入りできる状態になっていました。なぜこのように防獣柵が突破されたのか、すぐに原因を調べてみました。おそらく柵と柵を鉄柱に取り付ける際、ナイロンの結束バンドだけで取り付けていたことが原因だと考えました。そこで夜中の3時過ぎまでかかって荒らされた畑を元通りにし、破壊された防獣柵に応急処置を施しました。そして翌日、今度はしっかりと柵と鉄柱を固定するために結束線という針金とそれを締め付ける道具をホームセンターで購入し、夜遅くまでかかって柵と鉄柱を針金で結びました。最初の結束バンドも併用しているため、かなり強固に固定することができましたので、これならイノシシも絶対に柵を突破することはできないと安心していました。その日の夜中、また犬が激しく吠えましたので、起きて見に行こうとしましたが、今回は簡単には突破できないはずだからわざわざ見に行く必要はないとのことで、そのまま寝ることにしました。明くる日の早朝に家の下の畑に行ってみたら、また畑は荒らされ防獣柵も突き破られているではありませんか。結束バンドとさらに結束線の針金までちぎられていて、もうこれ以上どのようにしてイノシシからこの畑を守れるかわからなくなり、呆然となりました。しかしその時、ふと突破された防獣柵に目を注いでみると、ある衝撃の事実に気がつきました。なんと防獣柵が突破された原因は、結び目に用いていた結束バンドや結束線が原因だったわけではなく、単に私がその突き破られた2箇所だけ鉄柱を打ち忘れていたことが判明したのです。そこで今度は前回突破されたコーナー部分2箇所に鉄柱を追加し、また反対側のコーナー部分2箇所の下の部分に新しく鉄柱を追加し、それをまた結束線でしっかりと固定して、次のイノシシの突入に備えました。そして次の日、またイノシシが防獣柵を押したり引っ張ったりした跡はありましたが、3度目にしてついに防獣柵はイノシシの攻撃に耐えて畑は守られました。
このことから私が得た教訓についてお話ししたいと思います。まず神様がこのイノシシ突入事件が起こるのを許された中で、事態が最悪にならないようにお働きになられたことを感謝します。確かにサツマイモは2回も掘り返されて散乱していましたが、それらの苗はまだ十分に育っておらず、イノシシも食べ応えがなかったのでしょうか、ほとんど食べられませんでした。そして散乱していたサツマイモはすぐに畑を整えて植え直しましたので、傷んでダメになったのは13本程度で済みました。またイノシシはサツマイモとトウモロコシ以外の作物には全く興味を示さなかったらしく、畝に足跡はありましたが掘り返されることはありませんでした。そして私にとってこのイノシシ突入事件で一番教訓となったのは、私の思い込みの恐ろしさです。実は最初に防獣柵を設置するとき、私はある失敗をしていました。それは防獣柵を設置するとき、ホームセンターの売り場に表示されていた寸法サイズを計算し割り出した設計図をもとに、先に鉄柱だけを30本ほど打ち込んだ後、いざ試しに柵をはめ込もうとしたら、お店の表記が間違っていて、実際のサイズと全然違っていたのです。その時は夕方でしたので、かなり焦りました。ここにまず、お店が商品のサイズ表記を間違うはずがないという思い込みがありました。私は柵を測って、実寸で計算する手間を惜しんだわけです。結局、設計図が全く使用できず、打ち込んだ鉄柱を苦労してもう一度引き抜いてからやり直したわけです。そのドタバタの中で鉄柱の打ち忘れが起こっていたのです。そして私は全部完成した防獣柵を満足そうに眺めて、これで完璧、どんなイノシシもこれを突破できるはずはないだろうと思い込んでいたのです。実際最初の突入事件の時、全く頭の中に鉄柱の打ち忘れのミスのことはありませんでした。まさか自分が2箇所も打ち忘れているなんて思いもよらないことでした。そんな初歩的な間違いを自分が犯すはずがないと思っていましたので、最初にこの事実が発覚した時には自分の不甲斐なさ、悔しさと思い込みの恐ろしさが押し寄せてきました。このような失敗をしてしまった自分が信じられなくなりました。しかしこのことを教訓とすることができます。誰でも同じような失敗を犯す可能性はあるのです。そしてその結果、サタンが心の畑の中に柵を突破して入り込んできて収穫物を荒らすのです。聖書の中でも同じ思い込みの失敗をした人たちがいます。例えばペテロやキリストの弟子たちです。彼らはまさか自分がキリストを裏切るはずがないと思い込んでいました。ペテロは力を込めて言った。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。みんなの者もまた同じようなことを言った。しかし実際はどうだったでしょうか。弟子たちは全員キリストが連行されるとき裏切って逃げました。またペテロは
キリストが十字架刑に処せられる裁判の場面で、そんな人は知らないと言いました。しかし、すべてこうなったのは、預言者たちの書いたことが成就するためである。その時、弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。そこで彼は再びそれを打ち消して、そんな人は知らないと誓っていった。これらの記録は、まさか自分がという思い込みから生じた失敗の実例です。このように、思い込みは突然の事態に対してあまりにも無防備であり、簡単に敵である悪魔サタンに防御策を突破されて打ち倒されてしまう危険性があるのです。まさに私も、お店の表記が間違うはずがないという思い込みによって生じた混乱のうちに、うっかり鉄柱を2箇所も打ち忘れてしまい、そして防御策が完成した後に、これで完璧という思い込みによってイノシシに突破されたのでした。このような失敗をどうすれば回避できるでしょうか。それは、自分の弱さを自覚すること、すなわち己を知ることです。私は聖書の真理に熱心であるならば、敵に対する強固な策を張り巡らせていて安全であると思い込んでいました。しかし、私の熱心さの裏には、聖書の原則という鉄柱が2本欠けていたのです。その聖書の原則とは何でしょうか。それは、神に対する愛と隣人に対する愛です。私は聖書の教えに従って生活しているつもりでした。預言の研究によって知ることとなった来るべき将来に備えて、全てを捨てて神と共に歩む山の中での生活を実践していました。また、自分の弱さを知って、へりくだった告白と謙虚に振る舞う態度を取ることも、私にとっては当たり前でした。しかし、今回イノシシの突入事件から得た教訓は、思い込みの危険性です。それはすなわち、神の教えに対して熱心な私の生き方は安全で大丈夫なはずだと思い込んでいた、その中には、聖書の原則である神に対する愛と隣人に対する愛が全く欠落していたという事実になります。私たちは、心に思ってもいないことなのに、いかにも心が貧しいかのように表現してみることができる。また、心の貧しさを神に訴えながら、自分がどんなに謙遜で義に富んでいるかを誇ることができる。なぜこのようなことが起こり得るのでしょうか。キリストの弟子たちが主を裏切った理由は、本当の意味でキリストを愛していなかったから、愛の対象がキリストではなく自分であったからでした。自分を愛すると何が起こるでしょうか。自分の良い行い、すなわち自分の功績が気になって仕方がなくなります。つまり、自分は神の教えにいつでも従っているという自分の功績自体に安全性を置く思い込みが、心の根底にある状態となるのです。私たちは、聖書を学べば学ぶほど、クリスチャンとしてどのように振る舞うべきか、その理想がだんだん分かってきます。しかし、それを自分の功績として実践していることに、今回気がつかなければなりません。
実際私は自分の功績である傍受作を完成させた後、それを眺めるたびに満足感がありました。なぜなら私の技によって完成したこの傍受作をもはや突破できるイノシシはいないと思い込んでいたからです。しかしこのように満足感で傍受作を眺めている限り、鉄柱が2本も抜けていることに気がつくことはありませんでした。逆にもし傍受作が突破されることもあり得るということを知っていたらどうだったでしょうか。おそらくたびたび傍受作を見回ってその強度を確認していたでしょう。そして鉄柱が2本も抜けていたことに気がついたことでしょう。私たちは自分の心の中に欠落したものがあるという事実に気がつかなければならないのです。どうすれば自分の心の本当の状態に気がつくでしょうか。それはキリストが人と接する時の状態と自分が人と接する時の状態を比較してみると良いのです。神に対する愛と隣人に対する愛がキリストの生き方そのものであることに気がつくことだと思います。キリストの善行はすべて相手に対する愛が動機となっていたのです。本当に自分を知る方法はただ一つしかない。それはキリストを眺めることである。人々が自分の義を誇るのはキリストを知らないからである。神がどんなに清く尊い方であるかを瞑想することによって、初めて私たちは自分がどんなに弱く貧しく、またどんな欠点があるかをそのまま見るようになる。私たちも他のすべての罪人と同様に自分の義の衣をまとって堕落と絶望の中に沈んでいることを悟る。もし私たちが救われたとするならば、私たち自身の善行によるのではなくて、全く神の無限の恵みによるものであることを知ることであろう。神の教えに熱心で忠実な生き方は表面的には可能です。聖書から真理を学ぶ中にあって、そのように振る舞うことはある程度はできると思います。私も聖書の教えを実践するために日々自分の罪の性質である自我と取っ組み合って戦っています。しかし、なぜ自我と戦っているのでしょうか。それは、品性が清くなって救われるためには自我と戦わなければならないと聖書から学んでいるからです。しかしそこには、私のために十字架につけられ命を投げ出してくださったキリストに対する愛という動機は見られず、ただ神に対する義務感というものに動機づけられているのです。しかし愛が欠落しているこのような状態において、敵が心の中に侵入する機会があればどうなるでしょうか。心の柵は簡単に突破されてしまうでしょう。なぜなら唯一敵の攻撃に耐えうる2本の鉄柱は神に対する愛と隣人に対する愛以外の何者でもないからです。今回私は傍受柵がイノシシに突破されて2本も鉄柱が抜けていた事実から、本当の自分の心の問題について教訓が与えられました。まさに聖書の
根本的な原則が抜けていたのです。そしてそれを認めた時、とても残念な気持ちになりました。しかし、この経験を経て、心の防御策に鉄柱を追加で打ち込む機会が与えられるのでした。ペテロも本当の自分の心の状態を知ったとき、以前とは違うとてもへりくだった態度に変わっています。以前の彼は、自分はキリストを愛しているので、決してキリストを知らないなどとは言いません、と宣言していました。しかし、実際にキリストを裏切った彼は、本当の自分の心の問題に気がついたのでした。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは、私を愛するかとイエスが三度も言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。ここでペテロはなぜ心を痛めたのでしょうか。それは自分の本当の残念な状態を否定せず、正直に認めているからです。しかし、キリストはここからペテロが心の防御策を強化する機会を得て、立ち直ること、すなわち神に対する愛と隣人に対する愛、という鉄柱をペテロの心の防御策に聖霊を通してしっかりと打ち込まれることをご存知でした。自らを知るということはへりくだるということである。自己を知ることにより自分自身の素晴らしい資質を朗々と述べることによって意図高き神を喜ばせようとする気質は全くなくなる。自分たちの罪と不完全さを悟って、私たちが熱心な懇願を持ってイエスの足元に来るならば、私たちの嘆願は聞かれずにやり過ごされることはない。このように私たちが本当の弱さを知った時こそ、突然サタンが心に侵入しようとすることに対して最も効果的な準備となるのです。神は私たちが愛という動機なしで熱心に忠実に神の教えに従うこと、またキリストの模範的な生涯を表面的に真似ることを望んでおられません。これは単なる形式主義という自己満足的功績しか生まれないのです。そうではなく、キリストが持っておられた完全な愛を私たちも得ることを神は望んでおられるのです。そして私たちがそれを経験するにつれて、神と人とに仕えるキリストの模範的な生き方を真心から喜んで実践することができるようになるのです。このようにサタンの攻撃に対する完全な防御は、神の側から提供されている聖霊の愛の賜物なのです。これこそ最も強力な神の保護になります。私たち唯一の安全は、主の足跡が導くところに従っていくこと、私に従ってきなさいと言われたお方の保護に絶対的信頼を置くことである。どうぞ皆さんも今立ち止まって、自分の心の防御策をチェックし、神に対する愛、隣人に対する愛という鉄柱が抜けていないかどうかを吟味しましょう。そしてもし鉄柱の打ち忘れが見つかったなら、聖霊によってそれを得ることができる
ということを信じて神に祈り求めていきましょう。神は必ず揺るぎない解決となる愛の鉄柱を喜んでお与えくださるでしょう。それでは一言お祈りさせていただきます。ご在天のお父様、私たちの心に悪魔サタンが侵入を試みる、そのような世界に私たちは住んでおります。とても危険な世界であり、私たちの心の農作物はいつも狙われております。そんな中にあって、あなた様が私たちのこの心の策をしっかりと保護してくださるこの約束を感謝いたします。しかし私の心の中には大切な鉄柱が2本抜けておりました。あなた様に対する愛と隣人に対する愛が私の心の中には抜けておりました。どうぞこんな愛のない私をお許しくださって、どうぞ憐れんでくださって、私にこの愛の鉄柱をお与えくださるようお願いいたします。すべての行動があなた様から与えられるこの愛の鉄柱によってなされますようお助けください。これらの祈りを感謝して、救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。